南阿蘇鉄道高森線。高森線は、熊本県阿蘇郡南阿蘇村の盾の駅から、熊本県阿蘇郡高森町の高森駅に至る、南阿蘇鉄道の鉄道路線である。旧国鉄特定地方交通線であった、高森線を、第3セクターに転換して開業した路線。盾のを出て、北の阿蘇五岳、中央化工級、南の外輪山に挟まれた南里やお白川に、 沿って東に進み終点の高森に至る。高森駅を除いた全駅が南阿蘇村に属している。起点の縦の駅は阿蘇カルデラを囲む外輪山の切れ目にあり、九州旅客鉄道 JR 九州豊肥本線と接続している。縦の駅はスイッチバックがあることで知られているが、これは豊肥本線で阿蘇谷、に阿蘇カルデラの北半分に進む場合に通るもので、 高森線を行く場合は経由しない。縦の橋梁間にある縦の橋梁は九州では珍しいトレッスする橋で2010年7月に山陰本線の旧余部橋梁が橋梁を停止してからは日本最長136.8メートルの鉄道用トレッスする橋である。また同区間にある第一白川橋梁高さ64.5メートルは 完成当時水面からの高さが日本一であった。現在でも後に建設された高千穂橋梁大井川鉄道関の沢橋梁に次ぐ高さである。1953年6月26日の熊本大水害6.26水害時には橋梁前後のトンネルにも水が押し寄せてきたという。第一白川橋梁では以前高千穂橋梁で行っていたように 運転士が乗客に車窓を楽しませるため、乗客サービスの助行運転をすることがある。この路線には、日本一長い駅名の南阿蘇水の生まれる里白水高原駅があるほか、もう一つ、阿蘇下田城フレアい温泉駅という長い駅名を持つ駅がある。かつては高千穂線とつながり九州中部を横断する予定だった。この路線も南阿蘇の山々と、 田園風景の中を行く、のんびりしたローカル線になっている。高森駅近くには、工事中の異常出水で工事を断念せざるを得なかった高森トンネルが、高森町遊水公園として保存されている。高森線は、2016年4月に発生した、熊本地震で被害を受け、全線で不通となった。2016年7月31日に、 中松駅高森駅間が復旧し、運転を再開しているが、縦の駅、中松駅間は2018年10月時点でも、普通のままとなっている。熊本地震による普通区間については、国土交通省の復旧調査によると、縦の駅徴用駅間の第1白川橋梁、西角山トンネル、古河トンネル、縦の橋梁、 崩壊箇所復旧及び前線の軌道修復を中心とて5年の期間と65から70億円の予算がかかる見込みとなっている。以下は熊本地震前の運行形態である。2016年4月に発生した熊本地震により被災し2016年7月31日より中松駅高森駅間で運転が再開されているが被災前とはダイヤが異なる。 定期運行の普通列車はすべて、縦の駅高森駅間の線内折り返し運転で、ワンマン運転を実施しており、1時間あたり1本、程度運行されている。土曜日、日曜日、祝日、休校日は、朝の始発1往復が運休しその後の列車が、始発列車となる。ほとんどが、各駅停車であるが、昼間の上り1本は、三原市内駅を通過する。 昼間の一往復は後日のトロッコ列車、ユースゲ号の運転日にトロッコ車両を連結する。車両は MT-2000 系、MT-3000 型が使用される。観光客向けとして3月から11月までの土日、祝日に春休み夏休み期間及びゴールデンウィークは毎日トロッコ列車、ユースゲ号が二往復運行されている。 DB16 系ディーゼル機関車2両の間にトラ、700系2両、トラ200系1両を組み入れた編成である。2往復のうち1往復は普通列車との並結で、前述の編成に普通列車用の機動車が連結される。全席指定席で、運賃の他に、トロッコ料金が必要となる。JR 九州が発売している、旅名人の九州満喫切符では乗車できない。 中松駅高森駅間で日中のみの運行となっている。2016年7月31日の運行再開当初から同年8月31日までは平日、祝日ともに普通列車1往復、トロッコ列車3往復の運行であった。2016年9月1日からのダイヤでは平日は普通列車3往復が運行される。土日祝日は4往復の運行で、 始発1往復が普通列車、その後の3往復がトロッコ列車、ユースゲ号で運行された。2016年12月1日からのダイヤでは、全日普通列車1日3往復となっていた。2017年4月16日改正ダイヤでは、平日は普通列車3往復、土日祝日は普通列車に往復、トロッコ列車に往復となっている。トロッコ列車は、 南阿蘇村、高森町の住民に限り、住所を示す、公的証明を提示すれば運賃のみで乗車できる。2017年4月15日からは、復興支援として、漫画家117人が参加して、ドラえもん、名探偵コナン等のキャラクターを描き寄せた、頑張れ熊本、漫画寄せ書きトレインを運行開始し、豊肥本線の前身である宮所の線の視線として、 開業した。改正鉄道施設法で、熊本県高森より、宮崎県未体を経て、延岡に、至りる鉄道として定められ、高森駅からた体、高千歩を経て延岡までの延べが計画されていたが、宮崎県側の高千歩延岡間が、高千歩線、後の高千歩鉄道高千歩線として開業したのに、とどまり、高森高千歩間の建設は、 トンネル掘削中の異常出水事故により、中断、1980年凍結された。完成していた一部のトンネルや、高架橋は1998年までに解体された、高森高千保間の詳細は、高千穂鉄道高千保線、未開業区間の項を参照。内は、転換前の旧駅名。院は、転換時、後に設置された新駅。楽しく、ご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。